おはようございます。今日は清水川山と国見山に登ります。今日は4月の15日です。本当にこの屏風岩のところのここ全部本当は桜かなと思って来たんですけど咲いてませんでした。清水川山山頂に書いてる、うん、まっすぐ。今回は奈良県宇陀郡の清水川山と国見山に登ります。迫力ある屏風岩を眺めながら清水川山の登山口に向かいます。山頂から見える展望は素晴らしく、桜が咲いていない季節でも十分に楽しめます。最上峰の滝も見応えがありました。大変やこれ、すっごいキュートやな。桜が一個も咲いてないけどな。桜？うん。桜が咲いてない。うわ、めっちゃ急登や。あ、案内板あるで。ある？うん。あと清水川山まで 0.7キロ。0.7キロ。うん、国見山まで行く。あ、そんなに歩いてないな。結構登ってきたのに。うん、清水川山向こう、こっちやろ。また降りんなあかんね。滑るの？滑るよ。ちょっと滑るな。清水川山山頂まで 0.5キロ、うん、見える見える、綺麗は。あれ、ソニー高原ちゃうんかな。黒瀬山、うん、違うか。向こうやろな。ここは清水川山か。これやな。あー、すごい。清水川山。三角点こっちにあるわ。綺麗やな。うん、すごいな。カラスめっちゃ飛んでんね、ほら。ここはだから清水川山やんな。うん。国見山の方行きます。国見山、ここ一回下ってから。滑った、嫌やで。うわうわ、ほら滑る、滑るよ、うん、なんか歩きやすい道が続く。なんかこれが終わったら今がコルの状態にやろ、うん、登り返しがあんねあるね。うん、国見山まで 0.9キロ。 0.9、 あともうちょい、ここがあれじゃん、なんかあのポイント。あ、今から登り返し行こうか。そうやな、ここがゼニヤタワ。あれ、
余計に登りにくいよ。ロープ登りにくいよこれ。なんか引っかかって引っかかるわ。いける？うん。結構急やねんな。なあここ急やな。開けてるところから癒されるね。蜂やん、うん、とうとう蜂が出てきたか。ポール邪魔やな。邪魔やな。ちょっと待って、やこ怖い。ポール持っといてあるわ。あ、着いた。着いた。着いたな。綺麗な、うん、すごい綺麗。綺麗なあ、うん、すごい綺麗なあ、うん、今日のお昼ご飯おにぎり映ってる？映ってるかな？うぐいすぼう、ま、熊田和峠、ね、熊田和峠、うん、長いもんだって。あ、なんか草があった。あ、ほんまやほんまや、あかんねや。うん、使われ、使われ。雨が降ってきました。突然なんかザーッと来ました。今西条坊の滝行こう。うん、今下山中なんですけども、朝は、朝の7時からあの隅塚山登り始めて、で国見山周回して、で途中で西条坊の滝に寄って、今この林道を歩いて帰ってきてるんですけども、今が12時半ぐらいかな。5時間半ぐらいで今戻ってきています。